どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。オールスターファン投票の結果です。前剣が1位を取ったか。そして、菊池雄星、オリックスに行って絶好調、阪神菅野は2位といったところでございます。オリックス投手王国すぎて悪っす。オリックス投手力すげえな。なるほどなるほど。さあ、お待て、加山さんがいる、いいね。そして我がチームから誰か出てないかな、他に。いいねー、加山さんだけか。中継ぎ投手、さすが我が球団、そんなところだろうな。それでは、ちょっとここは、スキップ最高ゴー、勝った、パリーグ勝利1対3。まずは1勝。加山さんオールスター MVP 取っちゃった。俺見てなかった。それまさか取るとは思わなかったから。やった、はい。加山さん取った MVP。 これまさかあるんじゃねえか、ワンチャン。やべえ、自由契約から熱すぎるだろ。自由契約でいいんだよね確か、取ったの。なんか美味しそうって言って取ったんだよな。それがマジで当たりだったんだよ結局。そうなんですよ、これで下の方行ったら、これが入隊団情報。そうだよ、加山自由契約選手が採用。超いい選手取ったよ。最優秀中継ぎ投手があり得るぞ、これ。スキップ。どうだ、敗北。残念。はい。結果 MVP どうなったんだろうね、誰か。はい。パワフルスポーツをお伝えしました。いや、まさかだったな。はい。お、肩脱臼っていうとんでもない事故を起こしていたという模様。やって、これか、記録室。オールスター MVP は？それは出ないか。こっちだな、多分。個人タイトル。現在特にはまあ、とりあえずギータさんがやべえってことだな。宮崎さんか？マジかよ。とんでもねえな、おい。月間 MVP はざっとこんな感じ。あれ、オールスター結果って出ねえんだ。オールスターのその MVP の結果。まあ、しょうがないな。まあ、ちょっととりあえずいいや。じゃあ先へ進みましょう。もうこうなったら、あのね、最後に見ようと思います。あの試合の結果。試合ってか、あのシーズン回した結果。さあ、ちなみに、トレードは通るのかな？行くのま、おー、スランプどんどん脱出、いいね。じゃあ、トレードで失敗、マジかよ。こんな渋い情報でもダメ？あ、トレード終わっちゃったよ。あ、期限切れか。みんなが悩んでる間に。はい。おい。お、マルティネスがまさかの変化球成長。まだ成長すんだ。やばい、投手陣勝てねえよ。これやばいんじゃないか、棒。今まででなかなか。あ、猪木がやばい。お、白木スランプ脱出。スランプが多いのか、うちのチーム。よし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 、おお、だって稲田が覚醒、マジかよ。稲田って投手だよな、確か。違ったっけ、あれ野手か、稲田。ちょっと俺マジでびっくりじゃない、マジで覚醒した。え、稲田っつって投手だよね、やっぱり。俺見逃してた今。あ、痛い痛い痛い、俺守護神。おお、マジか。俺マジで、マジで想定しなかった。稲田の覚醒は。やべえ、どんどんいいよいいよいいよ、能力解放してこいよみんな。よし、どんどん新人を使っていこうぜ。どんどん覚醒しろみんな。関口のりのり、いいね。お、鶴岡戦なんだ、おめでとうございます。鶴岡選手やってますね。そして負けますね我がチームは。おかしいな、俺去年より負けてる気がする。やばいやばいやばい、これシャレになんねえ。おー、メヒアがスランプ。意外とシャレになんねえぞ。あ、
あ、そうそう。主力選手がどんどんスランプになっていく。野原ノリノリ。メヒアスが、よーし、スランプ脱出。いいね、どんどんスランプ脱出。いいね。さあさあ、勝て勝て勝て。よーし。おーし、よし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 。うわーだ。藤田が覚醒、マジかよ。ち、マジかマジか。お悪くない。あ、でも変化球伸びてほしかったな。まあ、でもいいよいいよいいよ。覚醒ラッシュ入ってる、いいよ。シーズン終了まであとちょっと1ヶ月。さあ終わって、ああ結局やばい、ゲーム差めっちゃ開いてる。59ゲーム差、去年よりやべえんじゃねえか。今年ダメだったな。うわー、終わってみれば結構えげつねえな。そしてまさかの DeNA がセリーグ2連覇。あ、 DeNA 強い。いや、わからんぞ、これ。お、お、お、うおー、奇跡の逆転。オリックス日本一。さあ、オフシーズン。それでは皆さん、年間表彰見ましょうか。終わりました、今シーズン。ファン感謝デー。ちょっと使うか。じゃあ、やっちゃおう。ファンの数はやっぱり大事だからね。間違えた。これ。アイテム。ペナントショップ。よい。使っちゃうよ、と。いきます。誰か選ばれてないかな、ドン。我がチームからベストナインはゼロか。お、え、ゴールデングラブ枠位、マジかよ。やった。そして、新人王、あー、取れなかったか。やべえ。オリックスパナインですけど、マエケンもすげえな。とんでもねえ選手取ったわ。沢村賞マエケン、帰ってきて1年目か。あー残念。はい、ファンは喜んでいたようです。それは良かった。ゴールデングラブ投手続ける。はい、やったぜ、優勝したい。契約更改、さあ、じゃあちょっと早速契約更改していきましょうかね。どんな感じか、まずチームとしてどんな感じだったか、順位表こちら。また、いやー、ひどかった。去年よりひどいよこれ。110、うわー負けたな。何がそんな差を、こんなに負けるとはな。ちょっとやばいね、これ。割とシャレになんね。交流戦はでも俺、なんとか最下位は免れたんだ。それはいいことだね。対戦表、あ、得意だった。なんか日ハムにボロックソに負けてやがる。あ、これはダメだな。お得意様がお得意様じゃなくな、19連敗はあかん。ああ、ひどい。投手力なぁ。いろいろダメだな。なるほどね。田島いいな。いい選手すぎるやろ。うちのチーム最優秀防御率。ああ。これは防御率もクソもねえやつだ。投手記録と。まあまあ、これはとりあえずいいとして、個人タイトル。ああ、そうか。3割8分4厘で終わったとか恐ろしすぎるでしょ。刑事がすげえな。そりゃこれだけ投手が頑張ったらチーム優勝するわ。うん。へえ、うわ、45本打ってやがる宮津、マジかよ。くそー。月間 MVP はこんな感じ。オールスターファン投票、これは見たね、以前。さあ、うちのチームだ、問題は。投球回に応じて、マルティネス。うわ、ダメだ。左右。最多勝で何勝よ。うわぁ。でも平田がよく頑張った感じかな今回は。4勝。あ、でもまあ7敗か。いや、お、稲田頑張ったな、結構。まあちょっと途中、結構厳しかったけど。2年目にして覚醒だもんな。まあ、後半の覚醒ラッシュは正直言って、未来があるね。能見さんはちょっともうきついか。引退かもしれないな、今年下手すりゃ。これダメだな、マルティネス。2勝15敗はあかん。白木も13敗だもんな。まあ、白木はまだ若いからいいとしても、でもマルティネスも言うて何歳よ。26歳。白木21歳。まあ、これからか。涌井は2勝13敗。くぅー。
もうちょっと勝ってくれると思った。メッセンジャーはいよいよもう無理だな。41歳、もう引退かもしれない今年。そして、守護神ヤギは途中落ちたな。ちょっと藤田も覚醒と。もうこれからに期待だね。泉とか、まあ使ってない選手もいますけどね、結構。生沼が、いやーきつかった。まあ、これはちょっと迷う。山名も結局あの後出せなかったしな、あんまり。ちょっと出す勇気もなかった、正直。与座さんもな、途中中継ぎやったんだ。これもうちょっと投げてほしかったな、なんて。吉野5勝1ホールド。ああ。あ、でもやっぱ加山さんは当たりだわ。本当に守護神として。うん、契約しといてよかった。守護神だから中継ぎエースとしてね。加山さん正解。よかった、取っといて。で、2年連続3割突破。3割1分6厘、4本49打点、野中。で、そして堀尾が頑張ったな。2割8分5厘、5本37。エリスは？やるよん、エリス。エリス当たり選手のパワーヒッター取ったし。32本89打点。で、高久が？まあまあ、チャンスに強いバッティング見せたね。メヒアは19本。メヒア落ちたな。まあ、チャンスがなかったにしても。で、小谷。小谷、もうちょっといけると思った。十文字。まあ、27打点。打席の問題か。ちょっとこれは強みのある選手欲しいな、もうちょっと。鶴岡さん頑張ったけどね。かなり。伊能って、諸星な、もうちょっと頑張ってほしいな。固定させないと諸星。それぐらいの勢いでいかないとちょっときついな。西海も多分ね、もうちょっといけばこれ、俺パワー A になってんだもん。いけるよ、これ。長谷川選手かなり落ちてきたな。ちょっときついぞ。池亀。まあ、得意のようだって言ってくれるんだったら、まあ、期待するしかないね。基礎能力。まあ、これからだろうね。OK。では、とりあえずこんな感じで。じゃあ、契約更改していきますか。ということで、次回、で今やっちゃおう、契約更改。行こう。結構、ほかほか。基本的に変わらない感じでいく？いや、ちょっと、発掘力 S、調査力 A、これでいくか。どうしよう。特に、奥原でいこう。投手得意な方。で、外国人、これでいいや。結構持ってくな。まあ、いっか。OK。うん、それぐらいだな。もう、しないとダメだと思う、俺は。メヒア、いや、もうちょっとさ、もうメヒ、いや。5000万。半分。で、野中は1億2000万。いやー、それはちょっと上げすぎ。9500万。いや、それ現状維持になっちゃうから1億円プレイヤーにしてあげよう。そしたら、ぴったり。1億円プレイヤー。で、諸星、4400万。下げ。枠引退かよ。まあ、しょうがないな。引き止めるのも、ちょっと、もう、やむなしっていう。堀尾ちょっと上がったな、7200万。エリスは1億2000万。1億円 !2000 万下げる。で、特に問題なければもう、あ、メッセンジャーも引退かよ。やばい、投手力。もう補強が必須だな、こうなったら。引退選手が多すぎる。あ、小石も引退。なるほど、なるほど。で、戸村選手も引退。若杉、まあこれからだろうな。白木500万。責任感じてるな。こんだけ試合投げて500万でいいって言ってんだったら相当謙虚よ。あれか、マルティネス退社、あれか、帰国か。まあちょうどいいや。うん、当然外国人変えたいと思ってたから。はい。特にこと、あ、でもまあ、あと自由契約にできる選手しとく？ちょっと。伊藤選手、いいや、自由契約。武藤選手、結局、試合出てないのか。いいや、自由契約。遠藤。防御率 4.50。どうしよう。23歳、若いから待つ。山名、もうちょっと。500万で。若い選手が謙虚すぎてすげえな。能見さん、ちょっときついか？さすがにもう、
重契約吉典、いや町田な、どうしよう、とりあえずまあざっと山口哲也重契約7億をどう使うかだなと。生沼1000万、田中健、いや、その、許そう。オッケー、このままでいい。オッケー。よし、ざっとこんな感じでいきますか。はい、オッケー。とりあえず、メヒアは来年も契約。はい。能見さん、山口哲也。あ、引退、メッセンジャー。ああ。結構引退多いな。はい。さあ、ファンの人数減りました。そして、じゃあ皆さん大好き。次回、ドラフト、お楽しみに。